tiene vuelto? あら、ケタル、コメスター、皆さん、こんにちは、みこです。今日はですね、お釣りありますかっていう表現をね、一言クイックでレッスンしたいと思います。もうね、言葉を学ぶことは文化を学ぶこととはよく言ったもので、まあ、日本におったらね、お釣りありますかってそんな言わなあかんようなシチュエーションってまああんまりないですよね。すいません、1万円しかないんですけどみたいな状況はあったとしても、お釣りありますかってあんま聞かんと思うんですけど、もうほんまね、南米とかペルーとか特にね、あんまりお釣りがない、もう小銭がないっていうお店多いので、ちゃんとスーパーとかで買えとくことをおすすめします。で、その時にね、まあ、タクシーの中とかでも乗ったはいいけど、そんなん小銭ないよ、セニョリータって言われることとかもあるので、事前にね、確認しておくといいですね。で、じゃあお釣りありますかって、どういう風な言い方ができるのかとも言うと、 tiene cambio もしくは tiene vuelto って聞きます。なんですよね。なので、まあ、7ソルとか買って、まあ、20ソル札っていうのがペルーにはあるんやけれども、20ソル札でもそんなお釣りないよって言われたりとかするんですよ。7かもうせめて10だねみたいな時とかもあるので、20ソルでお釣りありますかって聞きたい時とかは、Tiene vuelto de 20 soles? Tiene vuelto de 20 soles?って聞くと、20ソルでお釣りありますかってこう聞くって感じですね。だけど結構その当たり前に20ソル札バッて渡すよりも、セニョールティエネカンビオとかティエネブエルトとか、あと小銭がないんですっていうような時であれば、ノーテンゴセンシージョーって一言言っておいたら、あー、まあしゃあないなって感じで書いてくれたりとかするんやけど、あんまりこうね、当たり前に渡してると、なんかもうそんなん自分でじゃあそこで水でも買ってきいやとかって言われることがあるらしいので、ちょっと申し訳なさそうに言うのね、結構ポイントです。なのでぜひぜひ使ってみてくださいね。 Tiene cambio もしくは Tiene vuelto。 では、 Muchas gracias por ver mi video。 チャオ。